年々体が重たいの。立ち上がるとき、よっこらしょ。しゃがむとき、よいしょ。思わず声に出ることないですか？代謝が下がっている証拠なんです。日常的に使う筋肉が弱ってしまうと、どうしても体を動かすことが億劫になったり、代謝が下がる原因になります。日常生活はどうやっても送りますよね。そこをうまく活動的にすることで、太らない体、痩せやすい体を作れます。今回は日常的に使う動き、5パターンを一緒にやっていきましょう。これをすることで動く際のよっこらしょがなくなってきます。要するに体を動かすということが嫌じゃなくなってくるので、体が軽くなり消費エネルギーが上がり痩せる体になります。一緒に行きましょう。動きはマイペースでいいです。寝た状態から自由にいいです。起き上がります。また反対で寝ます。これを繰り返していきます。行きましょう。スタート。寝っ転がったらもう自由の方法で起き上がる。また反対。これが意外と全身運動になるんです。マイペースでいいですよ。手使ったり腹筋使ったり、いろんな方法で寝た状態から起き上がりましょう。こんなに繰り返すのはないですよね。普通一回起き上がったらね、どっか行くと思いますが、繰り返すことで起き上がる筋肉がねつきます。しかも有酸素運動にもなります。よっしゃ、オッケー。次は仰向けで寝て、自由に起き上がったら座って、また寝ましょう。行きましょう。スタート。もうほんと自由にね、いろんな方法でね、座るとこまで持ってったら、また寝ます。まあ、できるだけね、いろんな方法で起き上がった方がいいです。結構疲れますよね、これ。ただ一個のね、腹筋メニューとかプランクとかやるよりは、動きが自由な分楽しさがね湧きますよね。たまに休憩してもいいです。よいしょ。自由な方法で起きましょう。よいしょ。よっしゃ。オッケー。次はうつ伏せです。うつ伏せから起き上がって、正座まで行ったらまた寝ましょう。スタート。起きる方法は自由。わあ、息がね上がりますよね、意外とね。いろんな方法でやりましょう。これを有酸素運動としてね行うだけで、日常的な動きがすごい楽になりますよ。これはね、筋肉疲労のね意外と起きにくいんで、終わった後にあーしんどかったっていうのが少ないんでね、おすすめ。よいしょ。いろんな起き方しましょう。よいしょ。 OK、はい、次は立った状態から両手で何かを拾う感じ。できれば少し歩いて、歩きながら前かがみで拾う感じ。いきましょう。できればね、ちょっと膝曲げて拾う感じ。よいしょ。よいしょ。何か物をね拾うっていうイメージで。これね、本当に実はね、もも裏、お尻、背中、腰が鍛えられるんで、
勢悪い人はね、こういうのやった方がいいです。疲労だけ。しゃあ、たまに片足でね、拾ってみたり、反対足で拾ったり、変な方法でね、ちょっとこう拾ってみたり、しゃあ、汗が出てきますよね。しゃあ、片足でよいしょ、よいしょ、OK。さあラスト、今度はしゃがんだら立ちましょう。これも少しね、歩いてしゃがんで立ちましょう。よっしゃ、スタート、ラスト。しゃがんだらね、立つだけ。よっしゃ、よっしゃ、マイペースでいいですよ。しゃがんだら立つ。こういう日常的な動作がね、慣れてくるとよっこらしょがなくなりますから。こういった日常的なね、運動でエクササイズになるってね、いいですよね。ひたすらスクワットとかしんどいですからね。まずはこういうね、基礎体力をつけるとね、自然と痩せる体が作れますから。よっしゃ、 OK。 最後、足を軽く開いて体を震わせましょう。ラストです。クールダウンしときましょう。クールダウンしとかないとね、疲労感がもし残ってたらまた運動するのがね、嫌になるんで、必ず運動後はね、ストレッチしたり、こういう足ブラブラさせたりして疲労を飛ばすことで、運動した感覚がね、残らないんで、またね、運動するしようかなっていう気持ちになると思います。楽に楽に体ブルブルさせて、ブルブルがね、すごい効果的です。よく犬ってね、ブル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 ってやりますよね。あれってね、体の筋肉の緊張を緩めてるんですよ。でこれで人間もね、こうやってブルブルさせることで緩みます。 OK。 今回の動画はできれば毎日1回動画見ながらやってほしいです。難しいよっていう人はね、3日に1回から進めてください。確実に体が軽くなって痩せやすくなります。やってみた方はコメントください。